画像で質問も、チャット GPT 改良版 GPT-4 可能性は教育分野。対話型 AI、人工知能チャット、チャット GPT を開発した米新興企業オープン AI は14日、AI の新たな言語モデル GPT-4 を発表した。昨年11月に公開したチャット GPT の基盤モデルより精度が高く、 入力された画像をもとに質問もできるという。オープン a i によると、司法試験の模擬試験を受けさせた場合、ChatGPT の基盤モデル GPT3.5 が受験者の回10%の水準だったのに対し、GPT4 は上位10%。GPT4 は質問や答えで扱える単語が約2万5000語で、ChatGPT より約8倍に増え、 事実に基づく回答の確率が40%高まったという。GPT-4 では、文字だけでなく画像での質問入力もできる。同社のデモ映像では、多くの風船と地上の物体が紐でつながった画像を入力して、風船の紐を切ったらどうなるかと質問すると、風船は飛んでいくと答えた例を紹介した。また、 卵や小麦粉と見られる白い粉の写真とともに、この材料で何が作れるか、と質問すると多くの選択肢があります、とした上で、パンケーキ、ワッフル、クレープ、などと答える例も示した。GPT-4 の機能は月20ドル、約2700円の定額サービス、チャット GPT プラスで使えるが、画像の入力機能は限定公開となる。 私のチャンネルを共有して購読するように。